T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。ここで始まるのはデジャブでしょうか。なんかみたいだよね。さて、水に流れ方を思い出させてやったので、もう泳げるようになりました。あ、クボルクの下も泳げるのか。は？なんかダメージ食らったんだけど。トゲでもあったのかしら。水が流れてきれいになったよということです。この下の毒も浄化されているのね。そのはずです。おお、無事泳げますね。いて、無事じゃなかった。浄化されたことで余計なものも元気になったね。それは求めてなかったなぁ。こっちはアイテムっぽいな。無理なんだけど。グラップルもできないのね。なんだろう、必要な能力が思いつかないな。だから痛いって。かまってほしいのね。あ、ここは私がかまってほしい。ありがとう。時々助けてもらう必要があるのが面白いよね。ある意味共存していく必要があるわけです。ふう、何回みんなトゲにぶつかりまくったな。なんでだろうって思ってたよ。私もよくわかりません。よし、これで新しいエリアに来れましたね。この先にクーがいるのかな。全然違うのがいた。例のシュリークってやつですよね。とんでもなく大きいね。うわ、石になってる。これって敵ですよね。攻撃できちゃうのか。う、なんかやめておこう。モキも石になってる。なぜこんなことに。何かの汚染かしら。ここの沼も毒ではなく変な色ですよね。どういうことなんだろう。え、まさかこの泡で飛べるのか。おお、だよな。そうじゃないとさすがに進めないと思ったよ。簡易的なジャンプ台になってるのね。まあ仕組みがわかれば簡単ですけど、泡が出なかったらもう進めない場所なんだな。そういうことになるね。とりあえず寄り道。あれ？これって精霊樹じゃないのか。大きな穴もあるしね。すべてが石になってしまったのか。自然の癒してですか。R をつけなくてもいいから。この木を直せば能力が手に入るのかな。なるほどね、そうかも。前作とはまた違う理由で森が死にそうなんだな。そんな時に精霊がいなかったんだね。それは申し訳ないですが、檻を攻められても困るな。向こうの大陸で大変な思いをしてたからね。う、さすがに滑空がないとダメだよな。アイテムは見えてるけどね。うん、無理です。なぜここに苔が。よくわからないけどまだ意味なさそう。そうね。とりあえずルートに戻るか。いや、こっちがまだだな。おっと。ワープがあったね。
なるほど、じゃあここで拠点に戻ってもいいけど。まだやることないからこのまま進もうかな。でももう少しで三段ジャンプが見えてきたね。キーストーンも見えました。場所的にこの上あたりなんだよな。どうやって行くんだろう。ここか。あ、ほんとだ、ゲートがある。二つ穴か。お、ここだ。あと一つね。なんだ、そこに見えてるじゃないか。一回ハマったら抜け出せないんだけど。そうなの、怖いね。まるでギャンブル地獄みたいな沼だな。ギャン言いながら思ったより難しかった。ここも一度飛ばないと無理か。よし、お願いします。相変わらず可愛いんだから。何か出てきそうだな。え、でももうすぐ近くじゃない。うわ、石になってるんだね。クーは本当に無事なのか。無粋な邪魔を。怖すぎるよ。ふう、よかった。無事だったね。ぐう、よかったよ。もうあんな怪物のいるところはこりごりです。早く帰ろう。ナルたちも来てるしね。そうだ、早く合流したい。また二人で協力していけるのね。感動です。っていうかさっき抱き合った時また泣けた。ほんとね。なんと、滑空ができるようになったの。え、でも羽はそのままだよね。うお、すごいな、グー。練習してたのかもね。さすがに黒の羽がないと飛べないけど、滑空くらいはできるようになったのか。突風。何それ。うお？羽ばたきで。あ、消えちゃった。すごいな。上昇気流で飛べるのね。あの炎も実はすごい。確かに。消えないのだろうか。あ、なんだ。よく見たら突風も書いてあったし、隣に弓も書いてあったから、この状態でも檻は弓で攻撃できたんだな。さっきのところにいた人だよね。うん。彼女ってのはシュリークのことだよな。どこかで見てるのかしら。恐ろしいな。どうやって開けるんだ。
く。あれ、またキーストーン。ゲートがあるのね。あった、今度は4つ穴だ。これで2つ。あと2つもあったかな。ダメだよね。あ、右に見えてる。普通にあったじゃない。じゃああと一つもこんな感じで見逃してるのか。おっと、壊せるね。ここでしたか。あれ？違った。絶対そうだと思ったのにな。じゃあどこだろう。まさかここか。あ、見えたね。そうか、これを追っていくと見える仕組みか。うおっぷ、一回だけ羽ばたけるから。ちなみにこの落ち葉、突風でアイテムが出てきました。そしてこの壊せそうな壁、この敵が爆発するのでそれを利用すればと試しているところです。なるほど。よっしゃー、正解。いやー、これに気づくまで結構迷ったな。もしかしてここが。はい、どうやっても届かなかったキーストーンはこうやって上から行くことで取れるようです。なるほどねー。賢くなった気分。頭を使うね。何に気づいて慌てたんだ。なんだろうね。とにかくこれで進めます。これもいいね。上昇気流がないと取れないな。あ、あった。いけるか。もう少し。うまくやれば届きました。へ、うわ、危ない。今の爆音で気づかれたか。挟まれてたら当然アウトだったよね。多分そうでしょう。また神出鬼没だな。まさかシュリークにその能力が。目が合うと石化するみたいな。さすがにそれはないとは思いますけど。この敵は多分利用するんだと思います。ああ、くっそー、間に合わなかった。よし、身を切った作戦成功。自分ごと行くのね。ここで回復できるので今のところそこまで困ってません。そうか、蘇生が使えない代わりにそこら中に回復があるのね。え？これってハウルですよね。最初に戦ったボスのあの後石化したってこと。そうとしか見えませんが、どういうことだ。絶対再戦するもんだと思ってましたけど、そうじゃなかったのか。同じ狼だとしたらそういうことだよね。かなりびっくりしました。何が起きているんだろう。また回復がありました。
よほど食らわない限り大丈夫そうね。え、ちょっと待って。これって。うわ。巨大な鳥。ちょ、目が怖い。黒みたい。関係はあるのでしょうか。はい、自分ではまだ気づいてませんが、今のでついに三段ジャンプに必要な、2200ポイントが貯まりました。おお。いずれ拠点に戻ったらゲットしましょう。怖すぎるだろ。いや？崩れちゃった。もうなんか精神的に怖いよここ。あ、黒の羽。トシュリーク。もう？うわ。さっき追いかけてた鳥か。やだ。これが弱肉強食か。このパターンは知ってますよ。そうか、鳴らしたから。おい。私はここだぞ。アピールしない。全然気づいてくれない。鳴らさなくても来たのかな？どうだろうね。今の動きを見ると予定通りみたいだけど。静かに行きましょう。びっくりしたけど、まあ来るとは思ったかな。穴は怪しかったよね。おっと、ちょうどいいタイミング。ただお察しの通りまだポイントに気づいてませんし、何よりここで戻るのは違う気がするので、このまま進みましょう。というか今考えたら多分ワープは無理ですよね。この状態でどこでも行けたら困るだろうし。そうだね。あ、違う、これじゃなくて、マップボタンとたまに間違える。なんとなくこっちが本ルートだな。その前に左を見ておくか。この奥にさっきシュリークがいたんだよね。そうか、位置的にそうだ。え、なんか妙にしなるな。どこまで？折れないのがすごい。柔らかすぎでしょ。どうなってるんだ。ここは美しいけど。あ、でも待てよ。これだいぶ戻ってない。そうだよ。カット。Get it.